ウェストバージニアは、アメリカ海軍の装甲巡洋艦。ペンシルベニア級装甲巡洋艦の一隻。艦名は、ウェストバージニア州にちなむ。ウェストバージニアは、バージニア州、ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で寄港する。1903年4月18日に、キャサリン・ブイ・ホワイトによって、命名、浸水し、1905年2月23日に、 艦長 CHR ノルド大佐の指揮下収益した。成長訓練後、ウェストバージニアはニューヨーク州海軍民兵を乗せ大西洋艦隊の一艦として巡航し、1906年9月30日にアジア戦隊と共に出航した。その後2年間、アジア戦隊と共に訓練任務に従事し、1908年にメアアイランド海軍造船所で オーバーホール後太平洋艦隊に合流、西海岸沿いに訓練を行う。1911年から12年にかけて、艦隊と共に、ハワイ水域への巡航を行い、1914年には、メキシコ西岸に向けて出航、アメリカ合衆国の権益保護という特別任務に就く。その後ベラクルス危機の間もメキシコ水域に泊まり、 ワシントン州ブレマートンに帰還後太平洋、予備役艦隊入りした。ウェストバージニアはその後もブレマートンに泊まり、1916年9月20日に、出港、アメリカ合衆国の市民の安全及び権益保護と、外交交渉を支援するため再び、メキシコに赴く。この任務の間の11月11日、ウェストバージニアはその名を、新しい戦艦に譲るため、 ハンチントンと解明された。メキシコでの5ヶ月の任務後、ハンチントンはメアアイランド海軍造船所に向かい、後部甲板上で4機の水蒸気を運用できる要素の設備とカタパルトが装着された。ハンチントンは予備役部隊から分離され、1917年4月5日に完全収益した。5月11日にメアアイランドを出港し、パナマ運河を経由して、 フロリダ州ペンサコーラに向かう。フロリダには5月28日に到着。太平洋艦隊から分離したハンチントンは続く2ヶ月間を、ペンサコーラ海軍航空ステーションでの任務に費やし、艦板上からの気球及び水蒸気運用の重要な実験に従事した。8月1日にハンプトンローズに向けて出港。その5日後ニューヨークに到着した。 ニューヨークでは6隻の船と共に船団を形成し、9月8日にフランスに向けて出港した。途中何度かの気球による偵察飛行が行われたが、9月17日には、好転のため気球が墜落し、偵察要員が作具に絡まるという事故が発生した。この緊急事態を見て、作具要員のパトリック・マクガニガルは、 偵察要員を気球カゴから解放するため館外に飛び降り、カゴは水面下でひっくり返った。この英雄的な行動でマクガニガルは第一次世界大戦において初の名誉勲章を受賞した。救助後船団はヨーロッパ水域でアメリカの駆逐艦に戻され、ハンチントンはハンプトンローズに向けて出港9月30日に到着した。 ノーフォークでの補給が完了するとハンチントンは10月5日にニューヨークに向けて出港、カタパルトと水蒸気が撤去された。作業後10月27日に出港、2日後にノバスコシア州ハリファックスに到着し、連合国との協議に出席する交換を上官させた。大統領の施設は、エドワードハウス大佐、ウィリアム・シェパード・ベンソン提督、タスカー、 ブリス将軍をはじめとして多数からなり、一行は1917年11月7日にダベンポートに到着、イギリス政府関係者によって出迎えられた。ハンチントンはハンプトンローズを経由してニューヨークに向かい、11月27日に到着した。続いてハンチントンはヨーロッパへ向かう部隊と物資を運ぶ、戦断越えという重要な任務のため再び出航し、 1918年2月19日から11月13日までの間に同様の航海を9回行った。さらにニューヨークからハンプトンローズへの船団声を3回行い、1918年11月17日にブルックリン海軍交渉に入居、兵員輸送船への転換が行われた。作業完了後ハンチントンは大西洋艦隊輸送部隊に配属され、 ヨーロッパからの帰還兵を運ぶため、フランスへ向けて出港した。12月17日にニューヨークを出港し、29日にブレストに到着、1700名以上の兵を乗せ1919年1月14日にニューヨークに帰還した。その後同様の航海を5度行い、12000名に及ぶ兵を帰還させた。 最後の公開は1919 19年7月5日にボストンで完了した。輸送部隊から分離されたハンチントンは再び巡洋艦部隊に配属され、1919年7月8日に第1ル撃艦隊の帰還となる。ハンチントンは1920年9月1日にニューハンプシャー州ポーツマスのポーツマス海軍交渉で退役し、 1930年3月12日に除籍された。その後ロンドン海軍軍縮条約に従い1930年8月30日に売却された。ありがとうございます。